はい、お疲れちゃんです。あゆかママです。今日もセッションの振り返り動画を撮っていきたいと思いますが、ちょっとね、溜まっているというか遅れているので、一人ずつね順番に行ってますのでお待ちくださいということで、今日もあゆか塾のメンバーのセッションの振り返り動画をしていきたいと思います。今日のテーマは年齢域の天体を意識するということです。年齢域というのはね、ご存知の方も多いと思うんですけれども、月が0歳から7歳、水星が8歳から15歳、金星が16歳から25歳、太陽が26歳から35歳、火星が36歳から45歳、木星が46歳から55歳、土星が56歳から約70歳、今の時代だと75ぐらいまで見るんじゃないかという説もあります。そしてその後が天王星、84歳から海王星、そして死ぬ瞬間が冥王星というのが、占星術の年齢域です。めっちゃ早口。はい、ということでね、私はいつも言いますが、年齢域をすごく大事にしてくださいと特に言っています。特に女の子の場合、太陽期火星期というこの男性のエネルギーをどう使うかが、その方の人生に大きく作用するので、もちろんね、結婚して男性にそれを渡してしまってるっていうこともあるんですけれども、それでもこう女性は無意識だと月とか金星ばっかり使っていて、男性性を鍛え上げられてないという方がいるので、そういう意味も含めて、太陽気火星気を意識してくださいというふうに言っております。しかしながら、その自分の太陽をね、例えば意識しすぎてしまって止まってしまってるというような方もたくさんいるんですね。で、まあ、今日の、子は、まあ、獅子座の太陽なので、やっぱり獅子座っていうのをすごく意識している、子でした。で、まあ、表現ですよね。まさに獅子座っていうのは表現だ、クリエイティブなことだったりして、まあ、その子もたくさん若い時からね、自分を表現するということをしてきましたし、本当にその獅子座の太陽をすごく頑張って使ってきたっていうことがすごく、なんていうの、感じられるので、それは素晴らしいことだと思うんですね。ですが、今は火星で、火星が天秤座で10ハウスにあり、まあ、MC も天秤座なんですね。ということは、この10ハウスの火星、まあ、特に冥王星も絡んでる火星をしっかり使っていかなければいけないというふうになります。で、MC も基本的にこの社会において自分が目指す場所になっていきますので、MC のサインが天秤であり、また天秤の火星が10ハウスにあるということは、非常にこの火星をたくさん意識して使っていかないといけないということになるんですね。で、その中でこう太陽に引っ張られすぎてしまって、要は表現に引っ張られすぎてしまってると、この火星の使い方がわからなくなってるっていう感じが、ちょっとしました。そして火星冥王星っていう非常に強いエネルギーを持ってるので、この火星冥王星っていうのは、まあ、コンジャンクション、まあ、この場合コンジャンクションなんですけれども、まあ、私はスクエアとか思ってますし、まあ、オポジションを持ってる方も非常に、パワフルになりますが、基本的に火星と冥王星っていうのは一番こう強いエネルギー同士なわけですね。暴力×暴力みたいな感じになってくるので、本当に強いエネルギーになるんですよ。そうするとこの火星冥王星を持ってる人っていうのは、まあ、なんて言ったらいいのかな、こう、なんて言ったらいいのか、中途半端が許されないので、なんかそこそこにとか適度にとかいい加減にとかができないわけですよ。もうやるならとことんやるみたいな感じになってしまって、徹底的にやり込むとか、そこに真剣に向かうみたいな感じになってしまうんですね。で、彼女の場合は、まあ、それをこうペットをね、飼うっていうことで、まあ、ペットの数もすごいんですけど、種類もすごいんですけど、もう徹底的に動物と向き合うというエネルギーで今生活をしているっていうところもあるので、こう、なんていうのかな、例えば普通の人だったら、別にね、家を空けてね、ペットを置いといて家を空けて仕事に行ったりもできますよね。で、まあ、そのお留守番をさせるみたいなことができますよね。ですが、火星冥王星がある人っていうのは徹底的にそこに関わっていきたいとか、徹底的に、管理したいとか、徹底的に愛したいとか、徹底的にお世話したいとかっていう風になるわけですよ。そうすると、自分が飼ったというね、飼うという意思を持つんであれば徹底的に向き合わなければいけないと思うわけですよ。こう、私も結構そういうところがあって、だから今も動物を飼わないんですね。飼ったらもう、なんていうのかな、仕事ができないとかになるんじゃないかなっていう風に思うし、多分子供がいても同じだったんじゃないかなっていう風に思います。で、今も植物とかもね、やっぱりこういろいろ調べちゃう、
なんかちょっとしたことでも調べてどうしたらいいのかとかって考えてしまって、なんか適当に育てられない、この子はどういうふうにどういう土でどうなんですかみたいな。お花屋さんに聞くと、なんかお花屋さんがそんなに気にしなくていいですよみたいに言って、お花屋さんが教えてくれて、基本的にどんなに丁寧にお手入れしてもその子が機嫌が悪ければ死にますからみたいな、そんなみたいな私の管理不足で殺すわけにはみたいな感じになって、いっぱいそういう風にして、なんかなんだろう、こう人より 200% ぐらいで向き合っちゃうんだよね、火星冥王星がある人って。だから私は結構火星冥王星を持ってる子は何かに向き合った方が、要はエネルギーをもらわないからいいよっていう風に言ってて、まあ私の知り合いで多いのは格闘家とかなんですけど、そうするとこう男性からね、エネルギーとしてもらいにくい。私もそうなんですけど、火星冥王星スクエアがあるので、自分でこの火星を使わないと非常に男性からコントロールされたりとかですね、私の場合は結構性的な痴漢とか、まあレイプまではいかないんですけど、でも近いこともたくさんありました。そういうちょっと危険なエネルギーに合いやすかったりするんですね。そういうのもあって、こう火星冥王星しっかり使うみたいなところになるんですよ。で、その子はペットを一生懸命育てるっていうところに一生懸命使ってるので、ある意味火星は使えてるっていうか、火星冥王星は使えてるんですよ。でも天秤座っていうところになるとちょっとハテナマークなわけですよね。ペットと天秤座っていうのは難しくなってくるわけです。で、そうなった時に火星もっと使っていこうねって考えた時に、太陽気に引っ張られてると何かを表現しないと、何かをこう自分はクリエイティブに作らないとっていう風になりすぎてしまって、またそこでバランスを崩してくるので、火星とそして天秤座っていうものを意識した時に、天秤座の世界ってどんな世界なの、そして天秤座の金星が支配星である金星がどこに入ってるのか、彼女の場合は7ハウスに入ってるわけですね。そうするともうこの対人っていうところに金星が入ってるわけですし、天秤座が MC なわけですから、ここを使わない手はないわけですよ。そうするとどういうことができるだろうねっていうふうにしてお話をして、まあ、彼女なりのチャレンジをすることにしたんですね。なのでただ、もちろん木星とか土星とかっていうふうなテーマもこれから関わってきますから、ずっとそのテーマを追わなければいけないわけじゃなくて、やっぱり火星期のあと5年、彼女の場合はあと5年どこに向き合っていくかって言った時に、そのペットのことを、徹底的に取り組むというエネルギーを、そこに全部使い切るんではなくて、でもそれをやめることももちろんできません、命があるものだから。だからその自分が取り組むということに関して決めたこと、覚悟を決めたことは、まあもちろんやるんだけれども、それだけで終わらないように何をしていくかっていうのを考えて、アクションプランを考えました。でその時に、一番彼女が何かこう、あ、そっかって思ったのは、やはり太陽に引っ張られていたということでした。でね、これはもちろん水星も獅子座なので、で、土星が乙女座なので、乙女座の支配星って水星ですよね。ですから最終的にこの獅子座の水星は最後は使わないといけないわけです。そうした時にこの天秤座を使いながら獅子座の水星を使うということがどういうことなのかっていうことで、彼女の場合はそこがマッチできるようなものを見つけることが、私の中ではできています。そして彼女にそれを説明して、もちろんその今のところに納得してもらってるかなというふうに思いますので、今日はまあシェアも含めまして皆さんにお伝えしたいのは、火星期は火星をしっかりと意識するということで、火星が何ハウスで何のサインなのか、そしてどんなアスペクトを持ってるのかっていうことを徹底的に取り組んでもらう。で、ただし人生というのは MC も絡んでるし、太陽も絡んでるし、土星も絡んでるんですね。この3つは絶対に無視してはいけないものになります。で、MC の支配性である天体ももちろん意識しないといけないものになってきます。だから前世術の一番難しいところって、どこも意識しなきゃいけなくて、どれかだけやるってことができないんですね。そこがすごく難しいところかなっていうふうに思うんですけど、だからこそ鍛えられていって、自分っていうもののこう器がどんどん大きくなっていくんじゃないかなっていうふうに思います。ですので、彼女の場合は MC の天秤座、そしてそこに乗っている火星、そしてこの天秤座の支配星である金星が7ハウスである、そして蟹座であるということ、ここを今はしっかり意識していくこと、そこにゆくゆくはこの獅子座の水星ももちろん使っていく。そして獅子座力は絶対に消えないんですね。もう一回作り上げたものは消えないんです。だから安心して獅子座に執着しないで、この天秤座火星に意識を向けても、必ず自分の中の獅子座っていうものは
必ず出てきますので安心して使ってみてくださいということで、火星期は火星を生きるということで、わほい頑張りましょう。ありがとう。